準備は整ったようですね。では行くことにしましょうか。オーケー、行きましょう。それでは参りましょう。あなた方は全員馬車の中に入るか捕まるかしてください。おお雑に持ってくね。痛い痛い痛い見てやかわいそう。これ見て、めっちゃあの爪食い込んどったよ今ね。え、血大量出てる。出血多量で死ぬはやめてくれ。うちのミーティアを傷つけるんじゃねえ。雑に持っていくね。これ以上近づくとオーケー、ゲモンに感づかれる危険があるため、私が案内できるのはここまでです。しかし幸いなことに、この岩山の中は空洞になっており、人間の足でもなんとか山頂まで登っていけるはず。なんとか言うとるがな草原へ戻りたいときは私に声をかけてくれれば元の場所まで運びましょう。それでは私の卵のこと、くれぐれもよろしく頼みます。エロいね、私の卵。響きがね、卵のときなんかいやらしさを出してくるよね。卵みたいな赤卵みたいなね。よっしゃ行こう、やっていこう。ゲームを倒すんだ今回の実況ではね。ほう、さーてと、何これ、身長の数過去裏に入ってきましたね。 1F 頂上まで目指していくのが、目指していかないとダメですからね。 OKOK、これはこっちだな。あ、中にいる魔物は外にいる魔物とほとんど変わりないね。まあ大して強くないし、のでもう戦いはなるべく避けてね。もうレベルもめっちゃ上げてきてますからね。前回ボコボコにやられましたから、そのレティスを倒すため、もうレベル40レベルくらいまで上げてるので、正直ね、ゲモンもすぐ倒せると思いますよ。レティスはね、まあ強かったんですけど、ちょっと特殊なモンスターだからね、普通の物理攻撃は食らわないっていうところもあるから、ちょっと苦戦したんだけど、このレベルならもう正直ゲモンちゃん切り刻めるんじゃないかなと。ボコボコにね、うん。さて、あ、ここちょっとマップが出ないな。なんなの、なんでここマップ出ないの。意味不怖い、意味不で怖い。よし、上に上がります。レイティスが一気に山頂まで行ってくれたらいいのね。気づかないと思うよ、ゲモン君も。そっと置いてくれたらいいんだよ、山頂に俺のことをね。どきなさい、気持ち悪い。なんちゅうモンスターや。あ、これ出口が2つあるね。じゃあまずちょっとこっちから行こうか。一番近いとこね。これ多分奥だと思うんだけどね。まあ宝箱とかももしかしたらあるかもしれないから、取らないと。うん、あるもの取らないとダメでしょ。よし、お、3F に来た。あら、ここで会ってたのか。いや違うな、ここで行き止まりだ。おー、やっぱ宝箱ありましたね。色付き、ドゥルルルー。なーに、おお、ハゲンのリング、すごいもん手に入れたね。なんだハゲンのリングって。歯身につけると幻、あ、これいいんじゃない。幻ってことはあのマルーサに強くなるってことでしょ。よっしゃ、ハゲンのリング作りましょうよ。ハゲンのリング、ハゲハゲ、うん、ハゲ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 、いや、つけたくないな響きが悪いな。ハゲンハゲンハゲ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 を連想させるからやめてほしい。完全にハゲって言うとるからね。よっしゃ、行こう行こう行こう。これはいいアイテム手に入れましたね。ぜひぜひみんなもこっち側来てみなさい。幸せになれるでしょう。行こう行こう。おっと、この宝箱、あ、宝箱あるじゃん。取りに行こうか。何、またハゲシリーズかもしれんね。次、ハゲンのなんとかじゃない。あ、こっちから行けないのか。あ、こっちから行けないね。騙されたフェイクだ。危ない危ない。モンスターと戦うことになりそうだったよ。こっちからだね。おう？の、おい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 、レベルの高い俺に挑んでくれたいい度胸じゃない。すぐに倒してやろう。闇の司祭一匹のみね。はい、もうあとはもう通常攻撃で倒せるでしょ。54、あ、割かし防御力は高そうだね。42、はいや、42、 OK、 はい、倒しました。うんうん、まあその辺にいる魔物と大して変わらないですわ。経験値316、しょべえな。お前を3匹倒すよりメタルスライム1匹倒した方がいいんだよな。僕レベル上げたのはあの王家の山ってとこで上げましたからね。皆さんもまあいろんなとこでね、レベル上げしたらいいと思いますけど、まあ、一つ参考にしてくれれば。あそこメタルスライムありえない数出てくるからね。基本もういますから。
はぐれメタルももうそろそろ出てきてもいいと思うんだけどね。トロデン城で出るらしいんだよね。ただごく稀にしか出ないからそこはややこしいんだよ。なんかあれらしいよ、 3DS にはそのメタルスライムを出す裏技みたいなのがあるらしいよ。それもね、ぜひインターネットで見てみてくださいな。お、ちょっとどいてくれ。今レティスが真下にいたね。うわ、絶対対決したくないんだけど。ずるくない？みんなこんな。ずるくない？絶対対決することになるよね。はぁ、こんなでかいのがそんなとこ陣取っちゃダメ。クロコダイモス、すごい名前だね。クロコダイモス、よっしゃ行こう。疾風のごとく52。ポケモンでいう電光石火みたいなもんかな。必ず先手取れるみたいな、うん、はい。あ、これで倒せないの？マジで89。あ、強いね。マジか、先手取れ、勝てなかったよ。これでいけるかなと思った。体力多いね。まだ生きてる、まだ生きてる。マジで何歩ほどあんねんこいつ。まだ生きてる。ま、わっ、300はもう与えたろ。何もある、500くらいあるんじゃねえか。普通にその辺にいるモンスターだぜ。よし、ようやく倒した。350くらいあんのかな。多分それくらいはあってもおかしくない。なんじゃこいつなんじゃこいつ。おっと、またすごいのいるよ。何これ、陣取らないで。もう先行きたいのさ、戦う以外の選択肢はないのかい。スピンサタンってなんだよ、気持ち悪い。ベギラゴン行っとこうか。いや MP も、まあいいか。まあボス戦この先待ち構えてるのは分かってるんですけどね。まあいいでしょう。 OK、 簡単に倒すで。何 ?68 割かし食らうな。はい、や OK、 強いのかこれ。あ、強いね。まだ倒せないのか。焼けつく息全体に与えてくる。ああ、しびれ、ああしびれ効果を持ってるやつね。ダメージ食らうのかと思ったらそうじゃない。オッケーオッケー。まあその辺にいるモンスターとあまり変わらないわ。そんな食らう？周りのそれ食べてな、吹っ飛ばすだけでね。スイカの種飛ばし大会絶対優勝できるでしょこいつ。それだけのダメージを与えれるんならね、かなりの距離飛んでいくよ。あるからねそういう大会も。俺はテレビで見たことあるんだよ。さてちょっとダメージ食らってますけど、おー、どうしよう、回復しようか。ベホマ、まあいいでしょ。よし行っとこう。はい、オッケー。ボス戦ありますから、こんなとこで MP やったり体力を食らうわけにはいきませんからね。はい、3の F やってきました。先ほどはこっち下から行きましたけどね、今回はこうやって上から行けますから。よしよしよし、ゴー。で、あ、右か、オッケー、こっちね。影のない世界は嫌だね。うおー、ダメダメ。ノー、もう戦いたくない。俺の気持ちを察してくれ、みんな。ちょっと、速さを、速いにしていこう。逃げれねえかな。あ、逃げれないね。いや、逃げるわ。もう戦うのめんどくさいし。戦うゲームで戦うのめんどくさい言うとるからね。逃げれないね。いや、レベルもこっちの方が高いし、逃げれるだろう。逃げれないことがおかしいんだよ。なんで意地でも逃げれねえんだよ。逃げろや。なんで意地でも逃げねえのか、俺にはさっぱりわからんね。の、近い、そのプレイヤーが通るところ徹底的に集まらないで、何その修正、いらない修正それ。よし、こっちだ。5、やってきたよ。3F クリアだね。次4回か。よし、4回来た。お、なんだこれ。お、なんだこれは。とりあえずこの下通っていくんだね、こっちだ。ほいでほいで。あ、別になんてことないステージだ。一瞬なんかと思ったら。で、こっちかな。これもまた出口が2つあるんだよね。ちょっと近いとこ行こうか。こっちから行けるとこね。あら、あらら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 。どこだ？ここか。あ、ここだ。宝箱とかありそうだね、こっち。よし。光がある方へ出ますよ。残念ながらモノクロなんで大して分かりませんけど。お、なんか生えてる。あ、取れないのね。あ、宝箱があるが。宝箱があるが。あ、こいつ逃げるんだよな。逃げる。よかったよかった。いいね、空気読めるね。君いいよ、非常に。宝箱を陣取らないで。宝箱の前を陣取らないで。よし、危ない。よし。何？ルルルル、悪魔の鞭。
名前が怖いよ。ゼシカに持たせようかな。SM でいいじゃないですか。おーおーおお、荒ぶるな、荒ぶるな。荒ぶるな、荒ぶるな。どきなさい、どきなさい。すごく荒ぶるね、この子。よし、セーフ。すごく荒ぶる子でびっくりした、俺は。でも悪魔の鞭なんか呪われてそうだな。名前的にね。前手に入れたサタンヘルモンも呪われてたからな。よし、こっちだ、こっち。頂上までやってきたか？お、またこいつおるやんけ。ベホまで体力回復しないとね。はい、こいつはもう倒していかないとしゃあないからね。絶対倒さないとダメだから。腹立つな。1体だけだぞ、2体もいらんぞ。はい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 、ごっつぁんです、ごっつぁんです、ごっつぁんです。85よう食らうな。はい、オッケー。よし、消えろ。でかいし体力多いし気持ち悪いし、かっこよくはないよ。90に食らいすぎじゃない？ OK、 討伐完了。大した経験値もくれねえのに、割りかしダメージから、あ、1匹で637か。いいね、こいつ倒してレベル上げもいいかもしれない。またこいついんのかい。やめろ、もうこの狭い幅に絶対モンスター出さなくていいでしょう。めんどくさいわねえ。別に好きなモンスターでも何でもないからね。あ、こいつと対決したいって日頃から思ってるわけじゃないから、むしろそんな遭遇したくないモンスターだからね。麻痺しないで。いいね、全員起きた、素晴らしい。はい、 OK。 209のダメージ、会心の一撃が出たぞ。はい、よし、ナイス、またかわしたね、素晴らしい。はい、討伐完了。ふぅ、行こう。また、あ、よしよしよし。また、また狭い幅にモンスターいるかなと思ったら、さすがに3度目はなかったね。2度あることは3度あると言いますが。よし、5階にやってきました、5階に。高いとこ。結構高い。これはこっちだな。何か引きずってるやつがいるが。怖い怖い。こういう人、田舎でよく見るで。俺の近所でよく見るで。何か引きずってる人、空き缶引きずってるおじいちゃんとかいるしね。もう怖い、ホラーだよあれこそ。ああいうのをドラクエに出せばいいのに。お、こっちで合ってるっぽいね。よしよし、上行こう。ねじ巻き島を飛び越えて、ちょっと待って、これ体力回復しとこうか。おそらくに、おそらくボス戦が来ると思いますのでね。待ちでほい。よし、マックス、いいね。どきなさい。もういいって。こっちが HP 回復したの、なんでまた来るんだよ。もう来なくていいよ、お前は骸骨剣士。戦わんぞ、俺は。ボスが待っとんねん、ゲモンが待っとんねん。なんでお前と戦うんだよ。うわ、またおった。田舎のおじいちゃんだ、気持ち悪い。避けていいか。またこいつかい。よし。でかいの来たら終わりだけどね。クロコダイル。あ、あそこ宝箱あったな、今。下にあったね。ちょっと見逃しちゃったけど。よし、これで一番上に着いたかな？こっちで合ってんのかわかんないけどね。うわ、いた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 、みんな来たよ！ゲーモン！ VS ゲーモンやっていこう。なんだ貴様たちは、こんなところにどうして人間がいる。それにその姿はこの闇の世界の住人ではないな。一体どこから迷い込んだ。いろいろと聞いてくるね。まあいい、こっちも卵を見張ってるのをいい加減飽き飽きしていたところ、せっかく来てくれたのだ。暗黒神ラプソン様の腹心妖魔ゲモンが直々に遊んでやろうじゃないか。めっちゃ聞いてきて戦うんかい。心配してくれてるのかなと思ったらそうじゃなかったね。よっしゃ、倒していきましょう。ゲマンとの戦いですよ。おっと、何か付属品がついてますけどね。これはね、とりあえず最初は、敵グループ1体、ああ、1体1体で分かれてんのか。デスターキー、暗黒鳥。どれでいこうかな。サミダレ好き、いいかもしれないね。OK。ほんで、まずはちょっと周りのザコ倒しますわ。ハヤブサギリ。で、ゲルダでピオルム。ヤンガスで、デスターキー。
一匹ちょっと一匹だけ残しとこうかな。暗黒鳥だけね。これまた全部倒すとね、多分また出してくると思うんでね、呼んでくると思うんで、わからないけどね。49、まあそんな食らわないからね、一発。まずはこいつ倒そう。激しい炎、こいつの攻撃どうなんだ。わーお、割りかし食らう。まあでも言うほどでもない。あ、2回連続で来るんだ。172。割りかし食らうとかの言う次元じゃねえな、これ。割りかし食らうとかの言う次元じゃねえ。あ、スクルトしておかないと。忘れてた。申し訳ない。忘れてた。とりあえず、ベホまで体力上げての。あ、ピーマンは攻撃でいいか。じゃ、まずはデスターキーを倒そう。んで、はやぶさ切り、じゃないね。スクルトだ。はい、スクルト。これをしていかないと。こいつもいてつく波動持ってんのかな。持ってたら最悪だけどね。まあ大丈夫でしょう。はい、ベホマ完全回復。スクルト守備力上げます。強くなります。ゲモンはとりあえず残しておく。よし、討伐完了。オッケーオッケーオッケー。暗黒鳥行く。もうどうしようか。倒しとこうか。周りの付属品も。何、151食らいすぎじゃない。ねえ、食らいすぎだよ。限度っちゅうものがあるでしょう、ね。ベホマククールにして、ククールまたスクルートで、ほんで次ゲルダに。いや、まあこれ余裕で倒せると思うけどね。はい、テレカ行く。今パーティーには入ってないですけど、馬車の中にはね、あれもいますから。ゼシカもね、入れ替えることも可能ですから。まずは周りの雑魚だ。よし、討伐完了。暗黒鳥弱い。よっしゃ、これでようやく対決できるね。おし、スクルトのおかげでかなり弱くなってるね。あ、入れ替えない。あ、そうだ、馬車がないからね、ゼシカ入れ替えられないんだ。あ、忘れてた、俺の勘違いだ。そうだよね、馬車がないからゼシカ入れ替えれないんだ。あ、失敗した。ゼシカ連れてきた方が良かったかもしれない。まあいいか。まあいいや。ちょっと待てよ。呪文、ベホマ、いや、もう攻撃でいいな。攻撃でいこう。これどうだろうかな。雷光一閃月で、スクルト、ベーホーマ、ベーホーマピーマンにしとこう。ほんでヤンガスでカブト割り、守備力を下げていこう。はい、オッケー、いくよ、倒すよ。当たるか。ノーン、ゲモンに当たらない。もう普通の攻撃の方が良さそうだな。はい、守備力下がれ。えい、38下がったよ。これからお前こっちのターンだからな。あ、今回に限ってはゼシカ連れてきた方が良かったかもしれない。何でいこう。普通の攻撃でいいか。はい、作ると。ほんで、ベーホーマーで、ククル回復。ほんで、カブト割り。よっしゃ、ナイス、いけるいけるいける。全然問題ないわ。このちょ、おい、身をかわした。おい、なぜ。よし。ここに来てこいつ回避率高いみたいなパターンないよね。激しい炎、まあ、そんな食らわないからいいんですけどね。102。ゲルダも攻撃といこうか。よっしゃ、これだ。カブト割り、とりあえず下げれるとこまで守備力を下げるわ。えい、158のダメージ、素晴らしいね。守備力も下げてますから、かなりの大ダメージだよ。ゲルダめっちゃ強いじゃないですか。ゲルダ一番強いわ、このパーティーの中で。おう、もうスクルトで守備力上がらないかな。もう一回だけ言っとこうか。カブト割りでももう守備力落ちないと思うけどね。あ、まだ上がるの守備力、こっち。よっしゃ、行こう行こう行こう。もうこっちのターンじゃボケゴーラ。はいや、77。オッケー、99。おお、まだ下がるのか。ありがたいね。どこまで落ちるんだ。ほら、仲間呼んできたね。うわー、マジかい。もうセーフだな。雑魚は来なくていいのに。サミダレズキ行っとこうか。で、ククルももう攻撃といきましょう。はやぶさ切り、デスターキー。で、特技で。オッケー。で、カブトアリ、もう一発、ワンモアタイム。はいや、200いくんじゃねえか。おお、43。あ、周りにも与えるんだね。109。あ、もう下がらないね。守備力はもう下がらない。うわ、攻撃当たらないし。サミダリ好き。はいはいはい。
うわー、ルカナンここで来るか。あかん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 、スクルトです。あー、ヤオスには効かなかった。いいね、激しい炎。まあ、もともと上げてる分があるからね。まあ、全然問題ないんですけどね。え、いつも通り戦えば、はははいけるかなと。レホマラ、ゲルダ、また行こう。で、ヤンガス、ヤンガスもういいな。これいいんじゃない？獣系の魔物よく聞く。あ、これいいね。烈風重心斬りかな。ゲモンとかめっちゃ食らうんじゃないのこれ。獣系だもんね、思いっきし。獣なのか？いや、獣だろ、間違いない。これ獣じゃないと何になるのってなるからね。よし、暗黒鳥は倒した。レホマラ、はい、全員回復。OK。OK。はい。どうだ？ 159！ いいね！素晴らしいダメージが入ったよ。かまいたち、うわー、割かし食らう。デスターキー、危険。あいつ危険。あいつ気をつけないと。わお！オーマイガー！ノー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 。まさかの展開にびっくりしてる。まさかの展開にびっくりしてる。嘘んだろ？蘇ってくれよ。はい。よし、ナイス、倒した。ザラル、蘇れ！よし、ナイス！なんと、生き返った。なんと、びっくりしない。俺は絶対生き返ると信じてたからね。別にそこに驚きはしないよ。わしづかみ。会心の一撃はちょっと怖いね。300か。でも、ま、基本マックスな耐えれるレベルだからね。そこまで、怖くないかな。ま、別にそこまでっていう感じですかね。レギュラーを、魔法と、敵グループの、あ、これいいかもしれない。食らうかどうかわかんないけどね。これやっておかないと。よし。あとはもういつも通り普通の攻撃ですよ。はい。ごっちゃんです。141。あ、効かないね。ありがとう。絶対効くわけないね。こっちの時は効くんだけどね。面白いね。アイベホマラ全員体力回復。はい。はい。あとはもう持久戦だ。やることやるだけ。仲間呼ぶの早いなー。仲間呼ぶスパンが速くなった。守備力元に戻った。激しい炎？仲間呼ぶスパンが速すぎるぞ。ちょっとずるいね。こちらデスターキー。まずデスターキーから倒さないと。これ厄介だな、こいつ。ほいで。また兜割りで守備力下げていかないと、ゲモンの。はい。はい、68。38。守備力元に戻るの早いし、ほんで。不満しかないわ。かまいたち、わお。レホマラ、ピオルムでスピード上げてんの、あいつの方が早いのか。デスターキースピード早いな、よし、ゴー。スクルトもう一回やっとこうかな。もうそろそろ防御力落ちるんじゃねえか、これ。んで、はい。カブトワリ、はい。よし、ナイス、暗黒鳥倒した。素晴らしい。あ、こっちまだ倒せねえの。デスターキー強っ。かまいたち96。魔法カンタやめろ、食らわないよ。魔法カンタ食らわないよ。おお、光の壁。ああ、これであれだ、魔法カンタあれだよね。魔法が食らわなくなるんだよね。カウンターでもこっち持ってくるからね。魔法系の技は全然効かないんだ、これ。やったらダメよ、跳ね返ってくるか。覚えておかないと。魔法系の技はしないように。よし。ここに来て魔法カンタを使ってくるのか。それにはびっくりだな。非常に。はい、OK、ナイス。いいね。よし。よし。の赤、そうだ、一回ククールは死んだからね。ピオルムの効果がなくなってるんだ。あ、そうだそうだ、もう一回しとこうか。もう一回しておかないとね、ククール。で、ベホンはヤンガスね。で、ゲルダでピオルムで兜割り。まだ下げるよ。おい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 、いいね。おい、なんぼほど体力あんねん、お前は。102、いいぞ。もう下がらないと思う、これ以上は。めっちゃ下がりまくっとるわ。また仲間呼ぶの早いわ、仲間呼ぶスパンが。
1回目遅かったじゃん。なんなのその1回目遅くて2回目から急に速くなるパターン。いらないんだよそういうのは。はやぶさ切り、まずデスターキーから倒さないと。でこれだ。暗黒鳥クソ弱いからね、 HP めっちゃ低いんだこいつ。よし、はい、157、素晴らしいダメージが入ったよ。まだ倒せねえの。じゃあダメージ受けない。避けるんだみんな、避けること覚えるんだ。激しい炎を吐くな。激しくない、全然言うほど激しくない。ちょっと痛い程度だちょっとだけ痛い程度だ、そんなに激しくないぞ。よし、おー、うちまだか。よしよしよし、アイベホマラ、うんうんうん、 MP はまだ半分以上あるからね。全員よっしゃ、162、体力何本ほどあんねん。本当に1万とかねえだろうな。よし、魔法カンタが解けた、これはありがたい。イエス、暗黒鳥撃破からの、はい、お前も死ね、お前も死ね、共に死ね、行け、共に行け。まだ行かんのか、長えなお前。おいおいおい、仲間呼ぶの早いって。やっぱもう一匹残しておいた方がいいね。これダメだ、あの暗黒鳥だけ残しましょう。暗黒鳥強くないんでね、デスターキーは攻撃力高いんで厄介ですけど、もうそれ以外残しておいて正解だ。あ、暗黒鳥は残しとこう。暗黒、名前からして怖いけどね、なんかザラキ系の技してくるんじゃないかなっていう怖さはあるけど、名前からしてね。よし、あー倒せないのか。よし、ナイス、ゲモンの攻撃をよくよくた。魔法カンタまたかいな。守備力元戻った、嘘だろ。うん、2しか食らわないよ。守備力元戻る、また最初からか。兜割り、はい、あ、デスターキンしちゃった、まあいいか。よしよしよし、暗黒鳥に攻撃すんなよ。なんでそっち行くねん、バカバカバカ。いらないいらないいらない、ちょ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 、何してんの何してんのこいつら。違う違う違う、何しとんねん、バカじゃねえの。なんで暗黒鳥狙いに行くのよ、それちょっと反則だわ。ゲームの仕様おかしいよこれは。違うって、なんで暗黒鳥狙いに行くんだ、バカじゃねえよ完全。はあ、泣けてくるね。また蘇るじゃないですか。やばい、スクルトの効果は解けたな、また上げていかないと。よし、ほら、もうすぐ呼ぶんだから。違うんだって、もう一匹絶対残さないとダメだねこれ。守備力、ちょっと待てよ。ベホマーをククール、ククールに死なれたらまずい。でスクルトだ、スクルトやっていこう。んーで、お前で、で特技兜割り、デスターキーに行っとこうか。暗黒鳥だけ残さないとダメなのに。オッケー、収録アップ、また上げていこう。はい、や、いいね。なんぼほどこの戦いでデスターキー討伐してんだ俺は。うわ、さすがに食らうな、さすがに食らうよ、やばいね。ククール、スクルト、でゲルダ普通に攻撃で、ヤンガスはカブト割りでゲモン。あ、これでまだ倒せないのか、敵倒せると思ったからな。はい、スクルト、よし、はよ死ね、はよ行け、はよ死んで、はよ行け。激しい炎、避け、誰か避けろ、全員当たるな、避けること覚えてくれよいい加減に。
避けようとする努力をしないんだからさ、全員避けようとしないっていうね。よし、ナイス、討伐完了。 OK、 ほんでこれでいい。もうこの環境で戦いましょう。暗黒鳥は置いておいてね。これでね、わからんな、デスターキーだけ呼ぶ可能性もあるしな。仲間いなくなったら多分呼ぶと思うんで、デスターキーだけ呼ぶというパターンも当然出てくるかもしれない。しゃ、もうこっちのターンや、ボケ。お前ゴールラ、散々調子に乗ってくれたな。お前散々調子に乗ってくれたな。俺は調子に乗るモンスターが大嫌いなんだよ。はい、や91、76、まだか、まだなのか。非常に手強い。行こう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 。はい、ベホマラ。ああ、もうそろそろクールのあれが切れるな。 MP がもう多分下がらないと思うんでね。どうしようかな。お、なんだ、おっさんの叫び連続攻撃ってあるよ。ハオン、やばそうだね。でも MP かなり使うんでやめときましょう。 MP やばい。15クラウド。めっちゃいる。おお、よし、ゲモン倒した。ナイス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 。 OK、 あと暗黒鳥のみ。はいはいはい、もうこれで終わりだ。よっしゃー、ナイス。長かった戦闘ですね。まあ正直簡単にいきましたけどね、苦戦することなく。苦戦することなくでもないけどね。よっしゃ、あとは倒すだけ。ゲモン復活とかないよね。大丈夫、第2形態ないよね。いらないからね、第2形態は。はい、魔物の群れをやっつけた。おお、経験値がかなりもらえましたね。40レベルですよ。ヘイユヘイユ、魔法トラ、いいね、いい呪文だ。素晴らしい。お、スキルの種、もっといいのくれや。おし、バカな、こんな強い人間がいるなど。そうか、レッツだな。やつがこの俺を倒させるために光の世界から貴様たちよ。おのれ、相当上がればこのまま倒されてなるものか。奴の卵も道連れにしてやる。死なばもろともよ。このゲモンを、たばかったことを後悔するがいい。わあ、オーマイガー。さっきの音は一体何が、これはどうしてこんなことに。私の赤ちゃんが、卵が粉々になって、あっしらの力が足りないせいでこんな結果になっちまって、なんて言ったらいいのか。どうやらあなた方には迷惑をかけてしまったようですね。光の世界から呼び寄せておいて、こんな嫌な思いをさせてしまうなんて、本当に申し訳ありません。さあ、ここにいたところでもはやなすべきこともありません。光の世界への扉まで送っていきましょう。母様、Why? 待ってください。まさか私の赤ちゃん。そうです、母様。生まれてくることもできず、こんな姿でお話しすることになって、ごめんなさい。僕を助けるために来てくれたその人たちにお礼がしたくて、こうして姿を現したのです。お礼？しかしあなたは。いいえ、母様、こんな僕だからこそできることがあると思うんです。
実体を持たない魂だけの僕に皆さんの体を貸してもらえれば空を飛ぶことができるようになるはず。どうか皆さんの旅に僕をご一緒させていただけませんか。私からもお願いします。この子があなたたちの役に立てるなら私も救われます。どうかこの子の願いを叶えてあげてください。いやこのタイミングでこぞわったとてつもなく畜生ですからね。いやいやいや、はい、OK です。あなた方には感謝してもしきれません。それでは僕は皆さんとご一緒できるように姿を変えます。力が必要な時はいつでも呼んでください。おっこれで、おお、神鳥の魂を手に入れた。その魂の結晶というべき石を使えば、あなたたち人間でも鳥の姿になって空を飛べるのです。マジか。ただその力は私たちが本来属する世界、すなわち光の世界でしか発揮できないので気をつけてください。 OK、 さあそろそろ行きましょうか。私の背中を乗りなさい。まずは麓まで降りますよ。そんなとこで待ってたんだ。やめやめろ急に。全員びっくりしてるじゃねえか。やめたれ、急すぎるだろお前。何事じゃってなってるで今。なんとまあ不思議な体験をしたものじゃな。お戻ってきたね、光の世界に。あのようなもう一つの世界が存在するとは、実際に行ったものでなければ到底信じられぬことじゃ。今もそこに扉がなければあの体験は夢ではなかったかと疑うところじゃぞ。おお、レティスの影じゃないか。はい、これで、闇の世界ですかね、制覇完了というわけで空を飛べるようになりましたね。ちょっと使ってみましょうか。神鳥の魂ですね、これを使う。 OK、 聞こえますか。聞こえてますよ。うん、鳥の姿になって空を飛ぶときは人間の姿のときと体の動かし方が違います。体の動かし方が分かれないなら A ボタンで話し押してください。きっとあなたの助けになるでしょう。さあ姿を消した暗黒神ラプソーの化身を共に見つけ出しましょう。ヘイユー、どうなんの。おお、こうやって飛ぶんだね。ああ操作難しいねこれ。操作むずい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 。何、地上に降りたいときは下降してください。下降中地面に現れる影がはっきりとなる場所に降りることができますとのことだね。すごく飛んでる。オラ飛んでるで。オラ飛んでる。世界飛んでるで。人類の夢果たしたで。ほう、楽しい。あ、これでも操作むずいよ。ちょっと早いからね。 BGM がめっちゃ壮大だ。人類の夢を叶えたからね。これで暗黒神ラプソーの化身を見つけるとのことだ。今まで行けなかったとこね、例えば船で行けないとこだったりをこれで行くわけよ。おう、これもう降りられんの。降りるときは B ボタンで、はいはいはい、下に影が表示されてますね。あのような影が出ると降りることができるんだ。降りてきました。わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。無事ですね、ゲモンを倒すことができ、闇の世界をね、制覇することができました。残念ながらね、卵を守りきることはできませんでしたけどね。普通に自爆したよね。お前はどこぞ栽培マンかと思ったんですけどね。ヤムちゃんいないから自爆しなくていいんですけど。次回の実況ではまたね、暗黒神ラプソー、そちらを探してやっていきたいと思いますので、お楽しみに。じゃあ、グッバイ、また会いましょう。